神戸国際会館は、兵庫県神戸市中央区の三宮にある大型複合施設の名称である。第三セクターの株式会社神戸国際会館が運営を行っている。1956年、新中郡イーストキャンプ跡の遊休地に、当時最新鋭の設備を備えたコンサートホールとして開館。神戸国際会館大ホール、映画館のほか、神戸国際ホテルという名で開館当時から1982年12月まで宿泊事業も行っていた。1995年に発生した阪神・淡路大震災で全壊したために建て替えられ、1999年5月に竣工し、現在の地上22階、地下3階の建物でオープンした。商業ゾーンと高さ116メートルのオフィス棟で構成される。建物の頂点には塔屋があり、震災犠牲者の鎮魂を祈る明かりのモニュメントとなっている。商業ゾーンには収容人数2112名のコンサートホール、国際ホールとシネマコンプレックス、神戸国際松竹、ショッピングセンター、ソルなどが入居している。また、オフィス棟には、兵庫県のパスポートセンター、兵庫県旅券事務所の本所がある。11階の屋上庭園は西、畑清純氏がプロデュースした、ソラガーデンになっており、ソルの地階は、三宮地下街の三地下と百貨店の神戸阪急、及び神戸市営地下鉄三宮、花時計前駅に直結している。国際ホールは、優良ホール100選に選ばれている。南西側南東側神戸国際松竹は、国際会館の11階にて、松竹、マルチプレックスシアターズが経営、運営している映画館。2011年2月28日までは、松竹の直営だったが、同年3月1日より SMT へと経営移管された。前述の通りかつては、国際松竹と国際日活の2管体制であった。特に日活は館名の通り日活系の映画館だったが、日活がロマンポルノ路線に移行したのを機に、松竹邦画系のロードショー館へとシフトしていった。1995年の震災により休館し、1999年4月29日に、現在の4スクリーンの映画館として再オープン。改築期間中は、三宮シネフェニックスとビッグエイ劇が、神戸市内における松竹、東急系作品上映の代替機能を請け負っていた。1995年12月から現在の神戸国際会館が竣工するまでの暫定施設として神戸ハーバーランドのキャナルガーデン隣に神戸国際会館ハーバーランドプラザホールという施設が存在した。1999年5月に閉館し、跡地はアニベルセル神戸になっている。アロマシェイク14プラスやパピオネアバサオフェット、アタオランドオリーブマノンボートフォーバイシサム、フェアトレードカトルフィーユギャラリーハウス、個別スパイスコレットギフトゾフ、地場産エレ、生活の木、トラス 103TC、タイムレスコンフォート、ツエビメ、ドラコラブ、チヨジの靴下ナチュラルキッチン&ビアズリービゴの店、フラワーボックスポータルクエスト、フワムニ、フランクリンズマーコート、真夜中。市場、ヨーキーズベーカリーリブドロアルピシアルノーブルリーフル、グラントレゾワ。ありがとうございます。